綺麗な日本海が見えてきました。こんにちは、陽君まちぶら旅行チャンネルです。本日は異国情緒あふれる北海道小樽駅周辺を散策する動画でお送りします。ぜひ旅行気分を味わってください。それでは最後までよろしくお願いします。駅構内はレンガ造り、いやー思った通りおしゃれですね。それでは改札を出た駅構内の様子、街の様子を映していきます。早速改札を出た駅構内にはこちらガス灯のガラスランプ、いやー美しい。天井もレトロな西洋風の模様。後に小樽のガス灯やガラスについて簡単に解説していこうと思います。動画の流れは小樽駅周辺の赤丸で記したあたりの様子を映し、その後メイン通りを歩き小樽運河エリアに行きます。最後は境町本通り、観光客でにぎわうお店が立ち並ぶエリアを歩き南小樽駅まで向かいます。さあそれではまず小樽駅周辺の様子を映していきます。正面にはマンション道民ホテルで、今正面に見えているこちらの通りは先ほど伝えた小樽運河エリアまでを結んでます。話戻して小樽駅右側にはバスターミナル、市内移動もあればね、札幌ニセコとか書かれてますね。あとは商業施設もあって、観光地では有名だけど至って一般的な都市であることもわかるかと思います。結構ね便利そうな街です。札幌も近いしね。小樽駅の外観も味が出てます。それではメイン通りを歩く前に、ちょっとこの映像で言う小樽駅の右側、こちら三角市場の様子を見ていきたいと思います。一番駅から近い市場かと思います。中には魚屋さんはもちろん海鮮丼のお店も充実してます。いやーいい雰囲気ですね。もちろん北海道以外でもねこういう市場はたくさんありますが、やはり売られてるものですよね。ホタテの乾物が充実してたり、こちらはシャコ、北海道のシャコはねサイズがまた大きいですね。さすが面積だけではなく食べ物もでかいです。でホッケも売られてます。いやー北海道らしいですね。三角市場を出た正面にも市場があります。割と駅近くで海産は充実してますね。さあ今度は海産ではなく小樽の一つの見どころを紹介します。こちらの交差点を左側に曲がると、こちら船見坂、小樽でも屈指の急な坂みたいです。勾配 15% と書かれてます。 100m 進んで 15m 上がるという意味ですね。一言で言えばね、歩くのは相当きついです。ふくらはぎのね筋トレレベルぐらいになりますね。ちょっと上がったところから見るとこんな感じ、伝わるかな。ちなみに昔大火があって、それを坂を返して駅とは反対側の竜宮通りへ防ぐために防火帯として作られたみたいですよ。そう、坂が作られたらあとはその周りの開拓ってことで、船見坂の奥にある富岡地区、小樽の高級住宅街が出来上がったみたいです。神戸とかもね坂の上に高級住宅街がありますから、そんなイメージですね。それでは船見坂を下ってしばらくまっすぐ行って左側に曲がったこちらの通り、ひとまずお腹が空きましたので小樽へ来たら必ず行った方がいいと言われたこちら鳴門さん、定番メニューの半身揚げ、いやボリュームがありねお腹いっぱいになりました。ぜひ小樽観光の時は参考にしてみると良いですよ。自販機があるのがねおったまげですね。それではお待たせ、小樽駅メイン通りから観光地エリアの様子を映していきます。この先の通りをまっすぐ行ったところに有名な小樽運河があります。このメイン通り、そして並行している通りやその付近には異国情緒あふれる建物がたくさん建ってます。今カメラを向けたあんな感じの建物ですね。僕自身が調べた知識で解説していきますから、間違ってたらねコメント欄とかで教えてもらえれば助かります。それにしても非日常的なねいい雰囲気の街ですよね。しばらくこちらを歩いていきます。まずこのメイン通りにある一つ目に紹介したいところがあります。こちら小樽都通り、そうアーケード街となってます。この奥にもまた別なアーケード街があるみたい。昔ながらのお店とか喫茶店飲食店が割と充実してましたよ。ちなみに北海道で2番目に古い歴史のある商店街とか。小樽の街は観光だけではなくて普通に生活して買い物も便利そうですよね。札幌も近いしね。それではどんどん進んでいきましょう。さあこの通りの次の見どころポイント、途中にこんな廃線跡があります。これもまた小樽の歴史を語る上で大事な要素。
小樽港は昔石炭の輸出のために北海道の三笠エリアから石炭を運んで逆に札幌へ物資を運ぶための重要路線だったみたいです。この小樽港は奥が深くて、それも後に紹介する小樽運河や付近の建物との関連性があります。ちなみにこの通りや並行する通りに銀行跡の建物が数多く残されています。今は中をリノベーションして様々な営業形態を取ってるみたいです。小樽港が外国との貿易や国内の北前船、北前船は簡単に言うと日本海エリアの国内での物資のやり取りの船ですね。そんな形で経済発展を遂げた小樽には金融機能の必然性から金融機関が集まって北のウォール街と呼ばれたみたいです。今映しているこちら日本銀行旧小樽支店、こちら赤レンガの東京駅で有名な辰野金吾さんとその弟子たちの設計により明治45年、今からもう100年以上前かなに完成されてます。これはね、映えますので小樽に来たらぜひ立ち寄ってみたい場所の一つですね。いやー、味がありますね。では先ほどのメイン通りに戻り、小樽運河を見ていきます。はい、皆さん大好き小樽運河。夜のライトアップはこの時ね、映せなくて残念。それにしてもね、映えますね。運河の周りには数多くの倉庫が立ち並んでます。先ほどの外国との貿易や北前船での物資の保管をするため、海の一部をこういう形にして、船への荷物の出し入れを効率化するために作られたみたいです。ちなみにメイン通りで小樽運河のすぐ手前にはこちら旧小樽倉庫、現在はお土産屋さん観光案内所ですが、明治23年から27年にかけて石川県加賀市の北前船主の倉庫だったみたいです。北前船はね、すごい儲かったみたいで、当時は武士の身分制度がある中でチャンスをつかむ北前ドリームと言われたほどです。まさにね、 YouTube をやるような感覚に近いのかもしれません。まあ全然自分儲かってないですけどね。はい、ちょっと堅苦しい歴史の話になってしまったので、息抜きにここの通りでちょっと癒しを移していきます。こちら、境町本通り。この通りは食べ歩きはもちろん、小樽といえばね、オルゴールを扱う店だったり、小樽といえばガラスを扱うお店だったりがたくさん並んでる通りです。ガラス店のお店、中にはオルゴールも流れてて、もう小樽らしいのね、一言につきます。こんな異国情緒あふれる街も日本らしさというかね、海鮮丼を扱うお店も多くて、目でもね、大変楽しめる通りかと思います。ちなみにまた歴史の話として申し訳ないですけど、小樽は貿易や北前船以外にもニシンの漁業で栄えた地域です。当時はニシン業に使うためのガラス製の浮き玉を中心に生産されてて、それがガラスの街の由来となったみたいです。ちなみに駅にあったガラス製のガス灯、あれは北海道は当時電気の普及が追いついていなかったためにガラス製の石油ランプで、当時ねそれがライトだったみたいです。オルゴールに関しては意外と歴史が浅く、小樽のレトロな雰囲気に合うのではないかとね、オルゴールの販売が行われるようになったのが始まりだそうです。さあ、歩いてたらまたちょっとお腹が空きましたので、こちらのお店に入りました。札幌クラシック、いやー美しいですね。そしてホタテをいただきました。大変美味しかったです。ごちそうさまです。境町本通りはね、ほんとこんな感じの今風のお店も多くて、どこへ入ったらいいか迷うくらいですよね。通りの終点には小樽オルゴール堂本館。オルゴールを見るならね、定番のショップです。ここの交差点がメルヘン交差点。今は夕方だけど観光客がにぎわう、そのようなエリアとなってます。さあ、あとはオルゴール堂本館の脇の坂を登っていきます。こういう景色ね、家の作り、やはり北海道らしいですよね。小樽の街は大変素晴らしかったですが、こういう一般的な住宅地をね、サクッと歩くのも一つの旅行気分ですね。ということで、今のルートを歩きまして、南小樽駅に到着しました。この逆ルートだと、小樽オルゴール堂はね、近いってことですね。北海道新幹線小樽を通るみたいな看板があります。本州からもさらにアクセスしやすくなりますね。今後の小樽の発展がますます楽しみです。以上、小樽駅周辺を散策する動画でお送りしました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。